もう皆さん元気うすか、いわくですで今日はね、結構リクエストが多かったサウナについてちょっとついに話そうと思うんだけど、まあ、サウナはね、まあ、調べてみたんだよね。その海外のやつと日本のやつ調べたんだけど両方ね、なんかアプローチの感じが違うね。で、前にすげえ前、俺、リクエストでえ海外と日本のニュースの ニュースっていうかその記事の内容の違いって何ですかねってそういうのも話してほしいですってめちゃめちゃ前にもらったことを今ここでちょっと話そうと思うと海外は専門的だねうんで日本は分かりやすくみたいなのをすごい注視してるでだから海外は優しくないなんか専門的でマジで科学的に書いてあるで何個かのサイトとかもあるんだけどまあその大体そうだねテイスト的には似てる 科学的根拠を言ってなんか読みやすいようにとか分かりやすいようにっていうよりも正確に専門的に伝えるっていうことをまあ重視してるかなもちろん見やすいのとかもあるんだけどめちゃめちゃ細かいマジで。うん、でその,さその日本のとかは、まあうつとかのやつも調べてももう誰が読んでもなんとなく分かるって感じ。うん、そんんなななか科学的な ああれがあってだからその違いはすげえあるなって思ってでだけどその俺全部海外の方がだからいいのかなっていう風に思ってたんだけどサウナは別だね <laughs> やっぱりサウナは日本の方が上だと思う俺その欧米欧米って言っても俺トロントしかまあ住んでなかったから他のところが違うかもしれないんだけど 全然ね日本みたいなサウナないからトロントは俺一回そのサウナ好きだったからトロント行く前からそのサウナ行きたいって俺ホームステイしてるそのところの人に頼んで探してもらったんだけどジムしかないんだよサウナって日本みたいなスーパー銭湯はなかったトロントにはで俺それでもうサウナ行きたかったからで俺ジムにその契約して行ったんだけどクソマジで。 生塗りだけ本本当日本のサウナとかじゃないよただ単にけっきまあまあ暑いなって中途半端だなっていうのがジムについてるだけちっちゃいし水風呂もない。で向こうの人たちってワークアウト後の,その疲れを癒すのとかでやってる感じだと思うし。 俺が見た海外の記事にもその運動後の疲れを癒すっていう効果が書いてあったから日本との楽しみ方っていうかその効果の求め方っていうのはトロントでは全く違ったでフィンランドはすごいと思うんだよねだけどその北米は多分トロントとに似たり寄ったりだと思うんだようんできっとその湯船使ったりとかっていうそのカルチャーが日本独自じゃんうん だからそういうそのス,スーパー銭湯っていうもののサウナっていうのは日本の方がもう特化してるね健康って面でね、うん、だから日本の生地もめちゃめちゃいいっていうかへえみたいななんか研究でそういうなんだろうな海外だとこういう研究でやってあってサウナのそのための研究で 多分出てきたことなんだけど多分日本の記事とかだと多分スーパー銭湯っていうのがあるからそこの中で得られた知識だから「整う」とかっていうのは多分日本独自の考えだし外気浴のね考えも海俺が見た海外の記事だとない気がする載ってなかった外気浴のことは。うん、日日本本みたいに日本の記事だと その絶対外気浴をしろみたいなそのサウナ水風呂外気浴がセットだぞみたいなで俺ら当たり前じゃんだけど多分それは日本独自の可能性があるしそっちの効果の凄さを知らないかもしれない海外の人は本当その3つをやった方が超やばいっていうのうんだから、まあ、日本の記事は、まあ、読めるじゃん Google で検索すれば だけど海外のやつだとまあ翻訳したりするのめんどくさいから俺がまあ見っけたやつは概要欄に載っけとくうん海外の記事それにはその日本のには載ってないのとかあるからまあこれざっくりその俺はちょっと説明はしていくけど海外の記事を見たい人は概要欄に載ってるからちょそっちでまあ長,いの長いから見てほしいテキストででまあ俺は今からそうサウナの効能 まあ日本のやつと海外のやつで俺が「へえ」みたいな思ったやつをまかいつまんでやるからでも自分でチェックした方がいい <laughs> 日本のやついっぱいあったから「へえ」みたいなやっぱ見た方がいいよ絶対でなんかねそれに書いてあったのはねしっかり頭と体は洗えって書いてあったなんでかっていうとその老廃物がたまっちゃうんだってで後で言うんだけどサウナって老廃物出してくれるのだから この表面についた老廃物を落とさないとあれなだその出ていきづらくなっちゃうんだって半減しちゃうんだってサウナの効果がねだから絶対頭と体を洗った方がいいかけ湯だけする,しするしちゃうしてなんか入る人いるじゃん親父に多いんだけどだからあれはもったいないと思うであとねお湯にはしっかり使った方がよくてなんかウォーミングアップはね したた方がいいみたいみだねで俺はもう自然にはやってたんだけどだからその俺が見た日本の記事でおすすめしたのは炭酸泉絶対ついてるよね、うん、だけど炭酸泉さ人気じゃないもう親父たちのさも <laughs> 取り合いっていうかさたまに入れ入れないっていうか超入ってるよね大体だからまあ炭酸泉はいいと思うし健康にもいいと思う、うん、やっぱ血流 がね、すごい大事なんて血管を広げるかどうかってサウナでも書いてあったんだけどで炭酸泉ってそれ売りにしてるじゃんだからあんだけ人気なんだと思うで日本人は多分健康とあと食に関しては敏感だと思うそのトロントの人よりね全然、うん、だからあんだけ親父が炭酸泉に群がってるってことは効果はあると思う <laughs> 効果はあるうま、ん、い,い店には行列できるじゃんだからそんな感じなんだと思うだから炭酸泉はまあいいんだと思うやっぱ関節とか皮膚にもいいって書いてあったし、うん、だからなんかウォーミングアップは一応必要みたいな一気に入んない方がいいらしいね俺が見たやつでそのねその最強ので最高な理由っていうのが書いてあってねこの日本の記事は。 1>, 1個目がなんか無理やり脳を休ませることとあとは脳の血,血流を増やさせるこの,この2つがすごいいい理由なんだってサウナってね。でそのね無理やり脳を休ませるっていうのは俺前のさ精神病とかの話でもサウナ行ったら考えれなくなるっていうのを話したと思うんだけど熱いっていうの冷てっていうので何も考えれなくなるっていうのがマジでそれ、うん、が書いてあった。やっっぱ正しかったそそれは、うん、俺の体感がねそう でもう何でかっていうと今言ってみたら戦闘状態みたいなぐらいのやばさになるんだって脳がだから何も考えれなくなってでそれがいいんだってやっぱりで俺らって何か,かしら情報をさ絶対もう受けちゃってるんじゃない SNS だったりとかゲームだったりとかそうだから仕事もまあ含めてねそうだから常に考えちゃってるからそうやって強制的に考えないところに行くのは脳にはいいって言ってた。 で、あと水風呂に入るとさ細かい血管だけが一気に収縮するんだってそうで脳の太い血管だけがねそので大量に血,血液を流すんだよねそうだからそれで脳に溜まってる老廃物が押し流されるらしいんだよね、うん、だからサウナっていうのは、まあ、水風呂と合わせてねやると脳のゴミを一気に押し流してるんだって でこれは本当ね体感としてあるよやっぱ頭すっきりしないサウナやると。であれは本当科学的にこんなように立証されてるしあと海外の記事なんだけど「体の毒素も出す」って書いてあったその俺が概要欄に載っけるやつの4つ目に書いてあるんだけど、うん、だから深い汗かくことでなんかね鉛とか銅とか亜鉛ニッケル水銀とかの化学物質なんか日常の環境から 吸収されがちな有害物質の濃度を下げる効果が期待できるっていうふうには書いてあっただから脳以外もやっぱ体にもすごいいいからやっぱり俺らがそんな風にサウナ好きな理由はもうそういう毒素を出してくれてるからっていうのはまあ,あるねでその整うっていう状態あるじゃんそれがどういうのかっていうのも書いてあってまず交感神経がやっぱバリバリあその交感戦闘状態ね俺らがすげえ熱いところ行くじゃん でうわーってそういう時に交感神経っていうのが優位になるんだ戦うみたいなそうやばいとか集中力上げるみたいなその時が交感神経優位になってそれ水風呂でも一気にそれが高まるじゃんで外気浴するじゃんその時に一気に「はーってそうせ普通の状態に戻るだけなんだけど戦闘状態ってやばいところから普通のところから俺らがめっちゃ副交感神経が優位になるんだってそこで。で 交感神経っていうが優位になるとアドレナリンっていうやつが出るんだってで副交感神経が優位になるとエンドルフィンっていうのが前の運動でも話したんだけど出るのねでそれが共存してるんだってそうだからそれを本当の整うっていうんだってでそれが減ってくのが大体23分なんだってだからゴールデンタイムは23分らしい本当の整うっていうのはねだから あの脳多分俺整うあの脳がジンジンする時ないだけど気持ちははあってなってる時が「とう」なんだと思うんだよねでそれどんどんなくなってくるじゃんそう外気よくずっとしてると、うん、だから23分以上は持つとは思うんだけどそうだからそれらしいどう、うん、だから交感神経優位のと副交感神経が優位になるのがごっちゃになってるのが「その整う」。 多分これ海外の人とか知ったらねハマると思うけどねうんそうでそのねサウナの効能でアイデアもね湧きやすくなるっていうのを書いてあってなんかそのアルファーバとねベータ波っていうのがあるらしいんだけどでそれがなんか正常になるんだってでそうするとアイデアが湧きやすくなるっていうのが多分研究で出てるみたいだね、うん、だかかからやっっぱりりなんか煮詰まったりとか そうした時とかやっぱででそれでスイッチをね切り替えることの役割も果たしてるらしい俺らの副交感神経と交感神経っていう切り替えが俺らってうまくできない時があるのね特に俺はできない交感神経が優位になっちゃって切れない時があるんだ前にも俺話したと思うんだけど俺今はそんなないんだけどランニングしても頭の力が抜けない時が 何回もあってでトロントの時は草吸えば大丈夫だったしこっちいる時はサウナ行くとそれが緩むんだよね自分でその頭の,その力が抜けない時って結構俺多いんだよだからそういう人はマジでサウナ行くと強制的に副交感神経バーンってなるじゃんその外気浴してる時にだから正常に戻るんだと思うんだよね、うん、だから俺みたいなタイプ だったりとかその、まあ、不安症だっっっっててて精神病ななりやすいいい思思る人はマジでサウナ行った方がいいと思う、うん、だら毎日でもいいと思うよ。なんか海外の記事に載ってたけど週4回から7回行くとなんだっけ脳のなんかアルツハイマーとかも治るみたいな研究も出てるっていうぐらいだからその週に1回とか決めなくていいと思う俺最近土日とかでも行くもん、うん、なんかあんま抜けねえなって思った時もう連チャンで行けばその分効果はある。 だから別に週1とか決めなくていいと思う本当で海外の記事に載ってたのでそのさっきも言ったんだけど運動後の回復っていうのを、まあ、助けるっていうのはなんか乳酸とかもね排出してくれるんだって、うん、で筋肉のリラクゼーションを促進してくれるだから本当ねサウナ運動行ってすぐサウナ行くのはね俺行くのは行くのはねとか言っちゃって。 行くのは俺好き、うん、だけどあれ寝る,寝,る寝つきもすごいよくなるんだよくなるのねサウナって。でそれはなんかね体温がすげえ上がってすげえ下がった時ってめちゃめちゃその睡眠の状態がに入りやすいんだっていい睡眠に、うん。だから夜行くとより効果が高いのかもしれないけど俺の体感としては別に朝いいい行って。 もうう夜寝つきはめめちゃめちゃゃ睡眠本当にいいと思うよだからそういう副交感神経とかのスイッチをちゃんと切り替えてるから寝る時って副交感神経じゃんだからそれでめちゃめちゃ寝つきが良くなるんだと思うであとストレスの解消にも役立っててこれ海外の記事なんだけどコルチゾールのレベルを調整するんだって、うん、その血中コルチゾールってストレスのねホルモンねストレスを感じた時に分泌される ホルモンなんだけどその血中のコリチゾールのレベルを下げて代わりにセロトニンを生成するらしいよ日本に書いてなかったセロトニンは、うん、だからこれは多分科学的に多分血,血,血液とかをやってやったんだからそうだから両方見るとまあ本当新しい発見をすごいある、うん、だからそういうストレス解消には間違いなくいいねであと肌もね綺麗になるんだって角質とかが入れ替わったりするから。 だからいいことしかないですい <laughs> いいことしかないだからサウナがこんだけブームになってんのはまあ当たり前っちゃ当たり前だよねみんながもう気づきだしたみたいなだしそのいろんなスーパー銭湯が努力を重ねた結果だと思う日本の場合ね、うん、やっぱいいと思うもんで、まあ、これが調べたやつ、まあ、ざっくりだから自分でもっと詳しく見た,方見たい人とかはまあ概要欄見るか その自分で調べてグーグルでやってほしいんだけどでこっから俺がまあサウナ行く時どうしてるかっていうのをまあ話そうと思うんだけど大体俺はまあ体洗うじゃん体洗ってまあ露天風呂かまあ中の風呂まあ普通に使ってでそれでまあサウナ次行ってで大体まあロウリュがあったら俺はロウリュだねうんのが好きだけど ロウリュウでもぬりいいところあんのよ。うん、だぬりいいのは俺好きじゃない。だからそれでタワーサウナの方が暑いところだったらタワーサウナ行く。けど基本ロウリュウの方がいい。でロウリュウはあ、ね、熱風熱風があるやつだね。なんかムシムシすんのすげえ。タワーサウナはなんかね何なんだろう。普通になんかあちへ見たい日差しがあいではないけどそんな感じでロウリュウはほんと湿気っていうかムシムシした感じが。 すごい来るのがロウリュウでで俺結構ね行ってるのよサウナいろんなところね一つじゃなくてでやっぱその土地柄でねあるで栃木よりも茨城の方がサウナレベルは高いし多いもうロウリュウのサウナが多いだから激戦区はやっぱレベルが高いでそのサウナのレベルで言うとやっぱ都内はレベル高いねで やっぱ俺はスーパー銭湯として楽しみたいから露天風呂だったり緑が多いかとかで広さだったりとかっていうのも重要にするから都内がい一番ではないんだけどサウナの質って面ではやっぱレベル高いね俺一回「茶道」っていうドラマがやってるやって上のところかなのところに友達連れてってもらったんだけど3000円だったんだけどすげー高いんだけどやっぱすごい。もう なんんかか自分でかけれるんだよしかもそこサウナのロウリュのお湯普通かけちゃダメなんだけどでその俺が入って俺らが入って後から入ってきたやつがいたのでで俺ら以外にも何人1人かなの人がいて「ちょっとかけていいですかすいません」とか言ってそいつ超かけて水 <laughs> そしたら <laughs> 死にたくなるぐらい熱くなって隣の <laughs> 隣の人なんか「あっち!」とか言って外出たぐらいもう熱くな,なるぐらいなんでロウリュウって。 だけどマジで効果だだねだから俺その都内のもう一個の方とかもオートローリューって言って勝手にお湯がかかるやつあるんだけどそこの新橋だったんだけどねそこは30分に1回とか短い期間ですげえかけてくれるのパシャーってだから中の熱気がもう冷めないんだよねだからマジ78分入れたらいいぐらいだねそこは、うん、だから俺はそういうサウナが好きうん でその78分でうわーってなるんで4回ぐらいは入るね俺はその水風呂も入ってで水風呂もちゃんと冷てえところがねマジでまあめったにないんだけど鎌倉の方の昔の温泉とか水風呂ぬるいのとかあってふざけんなよとか水風呂が冷てえのってサウナぬるいのと一緒だからねマジでだから冷たいところを選んだ方がいい絶対水風呂だからそういうのとかもめっちゃ重要ってかわ ちゃんとサウナ好きなやつが作ってたらそういうのも分かってる、うん、ちゃんと情熱があるやつねで水風呂入るじゃんで外気浴をまガーって、まあ、外があったら外がいいんだけど今ちょっと前とか寒かったじゃん寒かった時とかは中にいるんだけどでそれで前とかはその整う感じって頭のジーンってするのにめっちゃ集中してわざとそこにフォーカスしてたんだけど最近はあんまねそれしなくなった俺はなんかもうボーって。 なんか本当そのままを味わうようになってでなんでそれがするようになったかっていうと俺整うのと俺普段やってる瞑想がすごいリンクしてるんだよね前の俺瞑想ってわざと意識してそこにフォーカスしようっていう形にやってたりしたんだよ集中をしてね何も考えないでとか視覚にとかで何かその感覚にフォーカスするってことをその外でやる瞑想でやってたんだけど最近は本当にありのままいようっていうなんかリラックスした その気持ちだけにを作ることを意識してあとはありのままを感じようって風に最近瞑想でやってるのねだから最近のサウナもただ単にこの感覚をただた,た,ただただんだろうなそこにいる B 同士の B みたいな感じその何かをするっていうよりもただ単にそこ,をそれをそこにいる感覚かなその味,味わうとかっていうよりもレッド・イット・ビーみたいな感じで。そう <laughs> をやってる最近はこうやってハーッつってでその時やっぱ整,うと整える時にいいのが景色が綺麗なところだとめっちゃ効果高いんだよねマジでだから俺の家の近くの伊頭温泉ってところは庭園みたいなところが綺麗なんだ花とかもいっぱい木とかも咲いててもう伊頭温泉自体が地方地方っていうか自然の中にポツンってある感じのところなのねま公園が近くにはあるんだだけどだから そういういところだととマンンションとかも見えないじゃん、うん、だから人工的なのコンクリートが見えるのがよくねえんだだからその露天風呂でも人工的なものしかないと俺はちょっとあれだねうんやっぱり今よく行くところも風が吹くとその植物がいっぱいあって揺れたりするんだよねで木漏れ日がバーって見えたりとかしてだか,だから俺風に揺れててプラス太陽がある木 葉っぱが超好きなのだからそれをこうやって座りながら「はあ」っつって「はあ気持ちいい」みたいなのをやるだから俺はそう都内が一番じゃないっていうのはそこなんだ、うん、だから都内の人ってその感覚がないんだよねその緑に対しての感覚が低いからそうあんまりそこに意識してないし都内に住んでる人たちは そういういいい緑が多いところにいないからその感性も多分ないんだよね別にそれがが求める感覚っていいうのがないのねだから地方の方だとそれを意識してるところもあるからそうだねうんだから都内でもあるかもしれないけどもう面積もないし面積も狭くなるじゃん絶対都会だと。でしかも周り自体がもう緑がねえからで建物ばっかだからやっぱり地方の。 そうスーパー銭湯の方がその外気浴に対してはメリットは高いと思ってるだから俺はサウナのよしあしと同じぐらい外気浴で休む場所がどうかっていうのを意識してるでたまに露天風呂にでっけえテレビついてるところあるじゃん俺あれダメもうなんかサウナにはまりだしてからなんかその地元にはあったんだよそういうテレビついたところでその頃は別に何も気になんなかったんだけどサウナすげえはまりだして 今とか久しぶりにそういうところ行ったんだよ外にテレビがあってでそこで外気浴してたらマジで聞い散るそのわーっていう感覚に集中できないのな声とか聞こえるし画面に映ってるし何する時も俺最近飯食う時もテレビとか何も見ないのねうんあの YouTube 前見てたんだけどでそっちの方がその1個を味わうことに関しては全然上うんだから もしそのサウナをハマってたとして露天風呂で外気浴をするところ外で外気浴するところにテレビがあったとしたらもうそこはやめた方がいいと思う俺はサウナ味わいたいんだったらでものすごいそこが好きだったとしたらテレビがないところで整えないとそれ整ってないよマジでもったいないと思う,うん全然違うからうんでサウナの中にそのテレビがあるのはまあいいと思うんだけどなくてもいいのかなっていうのは思うね 昔ながらのところって狭いところが大体なんだけどそこって大体テレビついてないんだよね8人とかしか入れなくて並ぶから俺嫌いなんだけどちっちゃいところだけどそこってそのテレビがついてなくて外の景色だけ見えるようになってんだけどうん実際なんかテレビない方がいいのかなっていうのは思う,う,うん,なんかそことか入ってると本当に サウナを味わってるとかその汗が出てる感覚だったりとかそのうーっていうのを味わってんのが多分その水風呂入った時の反動になっていい気がしてて、うん、だけどまあ実際そうだね、うん、テレビ野球とかの方がまだいいかな、うん、俺「王様のブランチ」マジで嫌だ本当あれだったらマジ消してほしいもん俺 NHK とかなんか世界の車窓からとかだったらいいけど、うん、だからあんまりテレビが。 うんまあ、今とか基本的についちゃってるかもしょうがないんだけどいやテレビがなんかクソみたいなのだとちょっと気持ちは萎えるかもね、うん、だからない方が意外にいいのかなっていう風に思うだから自分でいろいろ確かめた方がいいよね、うん、いろんなところいろいろあるから、うん、で俺はまあそれを4セット繰り返してたいそうだねだから整える時間とかもあんま決めてない自分でハーってなった時に あまあ、今ぐらいはいいかなって思ってまたサウナ行く前に俺はお風呂に1回使う絶対すげえ気持ちいいからそうだからサウナ水風呂外気浴タートお風呂で俺は4つだね4つの工程を踏むのが良くてで俺いろいろ寝て寝るやつとかもあるじゃんお湯の寝るやつとかかけ流しのさ背中しかさお湯が出てないやつとかさゴえモン風呂みたいなやつとか。 その露天風呂に入ったらどうかっていうのをやったんだけど俺が最近気持ちいいのはやっぱ五右衛門風呂だねで足,足出して首をここら辺やって首マッサージしながら気持ちいいってやるのはマジでやばいで他にその都内の,その佐渡行ったところでその外気浴したところのあとに入ったお湯みたいなところがすっげえやばくてでなんかね あ暖かさがななんんんかかちょうどいいんだよねなんか暑くないんだよでもぬるくもないっていうところでなんかね何だろうなぎってあるじゃん何も波がた立ってないようないうのでぐらいのなんかちょっとしか水面揺れてないようななんか流れがあるんだよねほ、うんとでそこに入るとめっちゃやばかっただからそういうのもある。 そのサウナ入った外気浴した後に入るお湯だよねお湯ってもう全然その効果はアップされるからそういうのも選んだ方がいい俺が今まで一番すげえなって思ったのがその東京の上野かなその佐渡っていうドラマのそのあれだよねロケ地になったところのお湯はやばかったマジでうわやばーみたい、うん、だからレベルが高い 高いねやっぱりそういう高えところとかは。うんだけど別に五右衛門風呂とかでもいいし今の、まあ、ちその温泉近くの温泉とかの薬湯っていうところも結構ぬるめなんだよねでそこも気持ちいいうんだから俺はその4つその外気浴してすぐサウナ戻るんじゃなくてちゃんとお湯に入った方が良くてでしかもそういうなんだろうな効果の高いお湯を探した方がいい自分で。うんだから 景色見える方がなんか景色見える茨城だと結構多いんだけど景色見えて露天風呂が見えるところだから外気憶したあとにそこ行って桜がこの前もう再スたんだよ先週先週かな行った時そういうのもあると超効果増すからマジで桜見ながら超綺麗とか <laughs> 思いながら見るのとかもあるから楽しみ方はマジでいっぱいある本当にだから俺最近1時間とかかけて行くもんね サウナだけででしかもここだと地方だともう景色が綺麗だからもうドライブが気持ちいいわけうんだから水戸ってやっぱこんな綺麗なんだなとかこの前思ったしそう日立も綺麗だなとかうんそうだからいろいろあるねでも日立のねところはねそうなんかすげえぬるくてそうそうそうだけどまあいいっちゃいいかなって感じだからいろいろあったねうん すげえ行った、うん、で栃木のとかも、まあ、温泉、うん、いっぱいあるんだけど、まあ、茨城の方が上かな、うん、だからそうやってなんか内装とかも重要だね、まあ、露,露天風呂っていうか中の1回入るじゃんそのサウナ入る前にその時にやっぱり天井とかが汚えとね冷めるんだよねでその日立のところとかはその天井とかが 木だった、うん、ったたかからすげえ良木のやつの方があった方がいいしだけどちょっとそこ狭かったりとかそうするから、うん、なんか全部が全部やっぱ自分の理想がないんだけど俺はいつかその死ぬまでに俺のやりたいことっていうのを見てくれれば分かるんだけどそのあれだね俺がまず最高だって思うのは作る <laughs> こんだけいって。 いいった方がいいで都内の人はちょっとその自然とかを味わうのは難しいかもしれないだからそのちょっと俺みたいな栃木だったりとか、まあ、埼玉とか千葉とかだったらまあ行けるじゃん栃木とか茨城とかもで静岡も結構多いと思うんだよな、ね、俺前行ったところも結構良かったから,からそうするといろいろ行ってもう自分の好みとかをやったりとか。 あこれサウナ俺は温度高い方がいいんだなとかそうそうタワーサウナとロウリュだとこの違いがあるなとか掘り下げていくと超面白いと思う,うんだからまあ今後もねまあ瞑想と同じみたいな感じでまあサウナの発見とかあったらまたちょっとそうやって動画作ろうと思うんで皆さんもサウナで整っていい生活送っていきましょう <laughs> それまた次回お会いしましょうする